どうも皆さんこんにちは、ビーパーです。戦国バサラバトルパーティーやっていきたいと思いますが、メンテナンスのお知らせです。10日の1時から4時まで新規イベントの準備ですね、はい、とあと不具合だそうです。あと、バサラにアクセスできない不具合があるとかね、いろいろと変わってきそうです。でイベント自体は11日からです。今回はですね、この七夕が11日までです。11日の朝なので、10日中にやりましょうという形なんですが、これがですね、ちょっと注意してほしい点があったので、そちらの方をちょっとご説明しようかなと。このイベントが、あと2日間、撮影の段階ではあと2日間と9時間なんですよ。で、もう一つの方ですが、バサラヤから短冊とかで交換するやつ、こちらが毎朝5時にリセットされるので、きっと11日終わってしまった、だから朝の6時を迎えてしまった、朝の5時かを迎えてしまった段階で交換することもできなくなると思います。早め早めにもし貯めている方とかがいるのであれば、交換をした方がいいと思います。交換もかなりいいものと交換できるので、ちょっとそれを無駄にするのはもったいないですので、ちょっとそこを意識していただけたらなと思います。でですね、私自身やっとナオトラが手に入りそうです。改めて確認すると、これめちゃめちゃ強い気がするんですよ。攻撃耐性が男性であるとき、最終ダメージが 40% 上昇する。で、対象のバサラゲージの上昇を2ターンの間 30% 減少させる、これつまり早め早めに打っておけば、相手からの反撃のバサラ技を封じるとまでは言いませんが、ある程度遅らせることができるはずです。で、手前に置くキャラとして、最初は多分前線を攻撃すると思うので、前線に置く女性キャラっていうのは、いるとは思うんですが、多分基本的に宇治政とか男キャラが多いんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとその辺は、僕が今までやってきたのがそれが多かっただけかもしれませんが、ただ女性でなくても 30% 減少を2ターンつけるっていうだけでもまず強いと思うんですよ。で、バサラ技に関してもこれ敵全体なんですよ。で、敵全体技持ってるキャラって本当に少なくて、多分これが初めてゲットの方もいると思います。僕もこの時点ではまだ持っていないので、このナオトラが初めてのキャラクターになります。で、敵軍2体をランダムで選択してバサラゲージを150減少させます。これ150っていうのがどのくらいの値なのかっていうのは、ちょっと僕自身勉強不足でわからないんですが、ただ満タンの状態から発動、満タンの状態から自分の番にならないとバサラ技っていうのは発動できないので、簡単に言うと次のターンバサラ技は打ってこないよねっていう感じになる可能性があります。ただバサラ技を最初に打って、その後に普通の攻撃になるので、減少させた後にこっちの攻撃の普通の通常攻撃の時に溜め切ってしまう可能性はありますが、ただ後衛であったりとかうまくいけば倒しきるっていうのもあると思いますが、バサラゲージの減少っていうのはかなり強い能力であると思います。ただこれが150っていうのがどのくらいの値なのかっていうのはわからないんですが、それを含めても敵全体に与えるバサラ技っていう時点でかなり強いんではないかなと思います。ちょっとね、新しいキャラクターがみんな使うようになって、そのキャラが実際に強いとなると、みんなが持っているキャラでそのキャラが強いと絶対入れてくると思うので、そうなった時に、今までのパーティー編成を変えなきゃいけないとかね、いろいろとあると思います。きっと宇治政が前の横に、もしかしたらナオトラがいるかもしれないし、ちょっと今後ね、今日明日明後日、イベントまで多分全員ゲットされると思うので、その後の編成とかそれに対策した形とかも考えていけたらもっともっと楽しいと思いますので、
ちょっと皆さんまずナオトラをゲットしましょう。そして、あの飾りをね無駄にしないようにしっかり交換しておきましょう。ちょっとそれだけね無駄にするのはもったいないのでお伝えしようかなと思いました。高評価コメントチャンネル登録よければよろしくお願いします。本当に皆さんからのコメントだったり高評価力になっております。それではまた別の動画で会いましょう。 See you. バイバイ。ビバでした。じゃあね。